ばんは。プレゼントありがとう。あー、落とした。ステイスに切ってもね、自分ね。これ緩むんだよね、なんかめっちゃ。だけじゃなくて、化粧もケチャップに書くか。プレゼントと浮きのの化粧、はい、リンあリップ落とした。あ、他のも落とした。落ちてった。あ、どこ行った。グロスが落ちた。え、どこ行った。あ、当たった。よいしょ。触れてないよね、リップ。大丈夫。ふぐみ、明日朝切ろうかな。こんばんは。今日寒かったから暖房つけてる。もう今つけてます。寒いからね。部屋めっちゃ乾燥してるわ。で、除湿機止まってるし、どうしようかな、つけようかな。なんか除湿機の下さ、つけてるとさ、なんか下敷いた方がいいよね、除湿機って。何したらいいんだろう。なんか書いてあったけど、説明書みたいなのにも。除湿機じゃないわ、加湿器だ。間違えた、反対だ。加湿器、加湿器。反対です。加湿器。今止まってるけど、なんかした方がいいのかな。ジャンプ式のガス器とかはシートくどいか。何敷けばいいの。何敷くものないんだよね。何敷くの。タオルとかそういうの。ちょっととりあえずつけようか。すっげえ、ちょっと待ってね、水が入ってないから足してきていい。組み落とするか。ちょっと水入っちゃうから水入れてくる。かしすぎに。
つけてきた。加湿器ついてる。何あパンバンガパンかと思った。バンガかな。何がパンパンに見えたガガ見えなかった。エペあ木あそういうこと。加湿器の木か。まだ目が見きてない。明日切る。明日の朝公園前に切ります。長いんだもん。風車だけじゃん。え昨日はあれだよ、ロン T じゃない。昨日はスウェット着てた。 T シャツじゃない。ランクしなきゃだな。そう、ここに水あるんだよね。コップに入ってないけど、コップに入れよう。ドラマの動画でやったんですけどめっちゃつまんなかった。泣くしかない。まあ確かに、でも追いかけるのは楽しいよ。あそれそれだ、それやんなきゃ。私あと明日で終わっちゃうのかな。あと1日なの。昨日あと2日とかじゃなかったっけ。それやりたいんだったらやろうかな。それテロップ入るかな。これマジペックス。あギリだ。25文字入るんだけどさ、24文字だこれ。ギリ入った。あと1時間。え嘘、いつ見たっけ。昨日見たのか。やばい。えあと1時間。そんな微妙な時間に終わるの。じゃああと5時間じゃん。あれ私一昨日か見たの、昨日かと思ってた。エペ開いてみたの。どう時間か、やろうかなこれ。レブナントアップライジングっていうモードあります。イヤホン、部屋あったかいよ。てか暖房切っとこうかな。パソコンつけるとね、逆にあったかくなりすぎるんだよね。よいしょ。暑くなっちゃうから部屋。よし、ちょうど始まった。今キャラ選ぶ画面。どっちだろう私。どっち？ああれだ。なんだっけ？レジェンド側だ。逃げる方です。暖房切ってきた。暑いからパソコンもついてたら。いやあったかくなりすぎちゃうんだよね。前回1回ずつやって、レブラント側とレジェンド側っていうのが逃げる方
どっちも勝てたから。お、もう始まった。始まった。今 P20 だ。最初 P20 なんだっけ武器。よいしょ。G セだ。よいしょ。うん、取り手。なんかいい武器は。もう一回はエヴァで、エヴァ8。おう、私が待って、カービンある。これはカービンだな。カービンフラトラいいじゃん、私が好きなやつ。今何取った？私これいらないや。スコープ、びっくりした。なにリブ、だってリブなんて近くにいるっぽい。びっくりした、なんかめっちゃ撃たれてさ。違うか、リブなんとレッドアイのやつがいないとさ撃たれないよね。まだ来ないか、あの逃げるやつ。お、なにリブ、あ、レッドアイリブなんとか来てるって。どこ、私今どこいるの？ちょっと近いかもしれない。こっちか。え？来てる来てる来てる。おお。回復してくれた、ありがとうコンジット。なんかさ、レブラントの足音怖いね。タッ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 タみたいな音する。タッタッタッタ。来た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 。あー全然当たんない、遠すぎ。めっちゃ、え、めっちゃいるかも。やばいやばいやばい。そうするとリスポンだ、リスポン待機中。レブナントアーミーになっちゃった、レブナントになっちゃった。私いやもうこれからはカル側、カル側になっちゃった、通されたから。やばい、撃たれてた、めっちゃレブナント側になった、後ろから撃たれて。どこにいるわけ、敵。レブナントってさ、足ちょっと速い、もしかして。そんなことない、いやでもちょっと速く感じる、気のせい。よいしょ、こっちにいない？なんか。叩こうとしたらさ、2発ぐらいでやられたんだけど。あれ気のせいか。レブだとなんか足速く感じるね。一人もやってない、私。もう着いた？リスポンゼロだな、タイムリスポンできてない。よし、あ、復活してる。あー燃えてんのめんどくさいな。よいしょ、おー一回も攻撃できずにやられるんだろうよ、一回も。一回も攻撃できないんだけど。
ちょっと2人いる、2人いるな。おお、ここにいる。いやー打たないで。よいしょ。全攻撃できない。え、私本当にゼロダメなんだけど、なんでかな本当なんでかな。そこにいる。よいしょよいしょ。あー一人やったのにさ、ダウンさせられた。ダウン、やられた。一人やったのに。どこにいる、どこだ。やばい、逃げられちゃう。結構残ってる。え、20人残ってるんだけど。それはやばい。楽しいこのモード。よいしょよいしょ。あー、リスポーン、早く早くリスポーン早く。よし、お、誰かアシストって書いてる。私誰か一人やっといた。逃げられる逃げられる、逃げるな。やばい、負けちゃう。下に逃げるな。よし、今リスポーンしたから。下に逃げるなやばいやばい、そこやめっちゃいるわ。オッケーオッケー、こっちね。よし、絶対逃げるな絶対逃げるな。あー後ろから撃たれてる。え、なんか音変わった？あ、大丈夫か。終わったかと思って一瞬。あ、レッド、レッドアイド。あ、あ、負けた。負けた。ねえ、負けちゃった。逃げられた。もう一回しよう。もう一回もう一回。513だべ。何もやってない。なんか。私レジェンドジブになってるんだけど、なんで？もう一回。楽しいこれ。フェブナントアップライジング。楽しいこれ。はい、やろう。どっち側だろう私。いや最初から。最初はさ、あの逃げる側の方が楽しいね。後からあのレブダント側になるかも。だからあ、次レブだ。交互になるのかなこれ。レブダントアーミーへようこそって。じゃあレッドアイドレブダントになることを目指して。レッドアイドリブなんと。交互なんだこれ。よし、みんな捕まえる。さあどこに降りる。お、何
くりした。みんながなんか出る音がめっちゃ大きかった。降下する音。さあどこ行く？よいしょ。どこ降りようか。一緒のとこ降りた方がいいのかな。バラバラがいいのかな。降りようかな私。あ、なんか撃たれた今一瞬。よいしょ。見えかそこ。ここさ空いてるからさ、サプライが近くにいるよ。お、撃たれた。下か、これ下にめっちゃいる。ここめっちゃいる。これもう私一人で行ってもじゃない。やられた。あれなんだっけ、なんだっけ、カタリストの、あのカタリストのなんだっけ、ウルトじゃない、なんていうんだっけ、カタリストのやつにやられた。いるじゃんそこ。いやー撃たれてる。ちょっと多いなーレジェンド。多いなーレジェンド、ちょっと多いよ。ちょっと ここに隠れとこうかな。もう何にもやらずにやられるじゃん。弱くない？レブナンド、レブナンド、レブナンド、レブナント、レブナントか。弱いんだけど。こっちか。弱いよ。アーマーがないから弱いよ。お、力強せがする。よいしょ。よいしょ。お、なんか飛べなかった。あんま。遮蔽ないと無理これ。おう、ナイス。回復したいよ。ここめっちゃいる敵。あ、回復すんのがこれ勝手に。よし。うん、ナイス。え、どこ敵。うん、どこいるかわかんない。どこ、こっちいないのかな。もうこっち行くか。そこか、いっぱいいるの。よし、上に上がって。うわー、めっちゃやばいやばい、撃たれる撃たれる。これちょっと一回回復、回復がいる。ちょっと早く回復して。あー、オッケーオッケー、回復してる。よしよし。オッケー。私もレッドアイになりたいな。レッドアイになってさ、武器使えるようになりたい。すごい、なんかめっちゃ飛んでてさ、みんな周りが赤色の光だらけなんだけど、何これ。扉開かないし。レブナントって扉開けられない？そんなことある？よいしょ。
なんかあんま飛べないリブレントのジャンプ。お？武器使えるレブナントいるよ。あのレッドアイのやつです。レッドアイの。いやー！撃つな撃つな。レッドアイなんか一番与えたダメージが大きいレブナントは、レブナントはあの武器が使えるレッドアイレブナントで。めちゃ強いだから、いや、 なんかやっぱ速く感じるね橋が。別に速くないんだろうけど、よいしょよいしょ、めっちゃ速く感じる。気のせいか、よいしょ、ここ行こう、みんな中いっぱいいるよ。来るか、よし行こう。わあ、扉開けれない。真ん中しか開けれないんだこれ。うわー、めっちゃ取れてるんだけど、待って、これやばいかも。撃たれちゃった、そのまま登ってる、ジップ登ってる時に。あ、叩き壊すのか、知らなかった。それをこっち、よし、叩き壊した。よいしょ、リムナと走りが早く感じる。気のせいなんだろうけど、早く感じる。なんでだろう。よいしょ。あれ三日あったか。よいしょ。よいしょ。これ脱出艇接近中。あと20秒ぐらいで来る。急げー。そこね。逃げられちゃうねー。よし。やばい、脱出が到着した。死体に逃がすな。絶対に逃がすな。やめろ、ここにいたらいけないはず、私たちがやられない限り。どこにいるんだ敵。お、今すごい変な飛び方した。どこにいる、あれ飛ばれた、え、負けた、あ、チャンピオン、え、いつの間に勝ったの、私何もやってない。え、もうダメージやばいと思う私の。ちょっと何ダメか見よう。え、ゼロダメなんだけど、追いかけただけ。私ゼロダメだった。何もしてないじゃん、何もしてないなと思ってたけど。ゼロダメ、もう一回やろう。これ楽しい、このモード、レブナントアップライジング。ゼロダメです。ただ追いかけただけ。いやね、攻撃しようとしてたんだよ。そのレブナントってさ、殴りしかできないから、攻撃が近くに行かないといけないんだけど、近くに行くまでに全部やられてた。ちょっと難しかったな。これでこのモード最後にしようかな。
次チャンピオン取ったらこうやろう。ずっとやってたの飽きちゃうこれ。次で最後、次チャンピオン取ったら。始まるかな。始まりそう。難しい。次、やっぱレジェンドガーだ。やっぱ交互なんだね。ライフラで。レジェンドアライアンスへようこそ。他のレジェンドと協力して生き残りです しようみたいなこと書いてた。読めなかった。よし、はい、オッケー。元武器がエヴァと人生しかない。エヴァと人生だしかないの。あー、オルタネーターでいっか。あー、エルスターある。オルタネーター、エルスター、金オルタネーターとエルスターいいんじゃないこれで。適当。いいんじゃない。あんま挟んなくっても弾無限だしね。やばい、近くに来た。やった、やばい、やばい、やばい。ちょっと逃げます。やばい、来た来た来た。やばい、逃げます。もう十分隊しかいない。逃げます。無理、そんないっぱいレブナントに囲まれたら無理。逃げます。さっきさ、一人いてさ、レブナントがやってたらさ、なんかどんどん来て3、4体に囲まれてた。あー、リスポーンしてあげるよ。そこにいるの、みんなレジェンドたちが。よいしょ。あ、よし、リスポーンのやつがなくなっちゃった。あ、そこいっぱいいる。来てる、レブナントが。オッケー、一人やったけど。あ、めっちゃ来てる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 。エルスター強くない？あ、私も復活させてもらうの待つしかないのか。復活待ちか。熱帯レブナントがいてさ、そのレブナントにめっちゃ撃たれた。起こして。あ、
ありがとう、誰かが起こしてくれた、助かる、助かる、ありがとう。エルサ強いよね。だってさ、弾をさ、弾をさ、しゃべれなかった。弾をだってあのリロードしなくていいから強い。ちょっと一回回復します。まかないとない。よし、しかも弾無限だし、これ強い。脱出まで生き残れ。よし、どこ脱出、こっちか、脱出、脱出エリア。なんかいる、レブナント。めっちゃ上から声が聞こえる、レブナントの。やばい、いるいる。よし、やった、よいしょ。レッドアイいる、向こうに。レッドアイ強いよ、武器あるからね。逃げないと、逃げないとじゃない、な、行かないと。脱出、脱出艇、脱出船。お、空爆が来る。誰の空爆？なんか来る、もしかして。あ、やばい。よいしょ、バッテン巻きます。これどうやって出るんだっけ、ここ。上か、下に来るな。ずっと武器持っとこう。上に行くんだっけ。バッテ1、セル2しかないな。え、ねえ、レバー足早く感じるんだけど、気のせいかと思ってたけど、やっぱは足早いと思う、多分。セル取ろう。あ、こっちか、出口。待ってー、リング閉じてる。最終リングが、やばい。間に合うか、私これ。いける、いける。レッドアイドレブなんとか襲撃されてる。え、え、これ、これ、どうやってこっち行くの？うん、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 こっちか。え、道なくないか？道ないのに、え、あ、これ上か、どうやって行くんだ？あれが欲しいな、飛ぶやつ。あの、私、行けてない、そっちに。終わった、終わった。これで飛べるっけ、これで。よいしょ、やばい。え、待って、飛べないわこれ。うわー、ダウンしちゃった、アンチで。ねえ、飛べ、行けなかった、もう反対側まで反対側まで行けなかった。復活させて。あ、チャンピオンになった勝てたからいいや、何もしてないけど。行けなかった、向こうに。目乾燥するな。131ダメ。でも12キルで入んなかった。レブなんてあんまないから。よいしょ、コンタクトじゃない。
目薬さしちゃう。チャンピオン取ったから次ランクします。このモードやめ。終わっちゃった、準備完了しちゃった。ルーキーブロンズ4だから、ちょっとランク何キル12キルでもね、ルナンとアーマーないし武器ないから多くない。何も知らないけどチャンピオンっつったからいいや。早いも違う。これすげえつけてんのにストが上がんない。ちょっと下上がるかな。コンジット。よし。私チャンピオンになってる。さっきのルムナントのやつでチャンピオン取ったから。やだな、これでチャンピオンになるの。何もしてないのに私。降りるの？どこ降りるんだろう。チャンピオン。あれ降りない？あ、オッケー、降りてた。マスターキドある？うちに来い。マスターキドの方行くの？怖くない？そうだよね、そっち行こう。いるかな、こっち。わかんないよ。よいしょ。か、か一丁、かえば。なんかいい武器ないかな。セルある、もうない。じゃあ漁ろうかな。おお、なんか見ちゃった。レーターもいらないや。何撃ってんだ、何撃ってる仲間。あ、ヘムロックある。ヘムロックもとカート、ヘムロックじゃないわこれ。ヘムロックじゃない、フラトラ。ヘムロックかと思った、思ってた。フラトラだと思ってたわ自分。あ、ハボ、一回ハボックで。いいよ。あ、待って、いるかも。いる。敵いる。逃げよう。足音めっちゃ聞こえた。近かったから、ちょっと仲間の方行こう。登れないし、ここ。よし。多分いたと思うんだよね。あ、やっぱサプライ空いてる。あ、いる、そこいる、そこいる。敵がいるよ。あ、結構近く来てる。あ、終わった。あんま終わった。
来た。どこにいるの敵。ん、どこ行った、逃げた。いや、いる、近くいる。すっごいいるな。いやー終わったけど、まあ私も悪いかけみたいだった。ありがとう、シールド強化、助かる助かる。一人やった。これ。あとこっちいろいろ来てる。やったやったやった。あー、ここ一人あったよ。あと一人だよ。核入れられた。最悪最悪。2ダウン取ったよ。 1v1 いけるいける。頑張れコンジット。 1v1 だよ、 1v1 だよ。戦ってよ、 1v1 だから。起こされる、起こされてる、起こされてる。うわ、壁の強化入ってる。しかも、え、待って、ワンパ来てる。もうワンパ漁夫だ、はあ、逃げてもいいかも、一人だから。漁夫が来てる。逃げれないのかな、敵すぎて。私いるから、あ、バナー作れるし、これは逃げだね。あ、目の前も打ち合いしてる。てかあれが強かった、なんだっけなんだっけ、あ、めっちゃ撃たれてるけど大丈夫感じた。なんだっけ、私がさっき持ってた武器、ほんとね、なんだっけ、取り手しか出てこない。連射できるやつ、3連バーストの。なんだっけ、エルスターじゃない、今持ってた武器。そっち暗地がいいじゃない。あ、でもまだあるか、暗地が来るまで。なんだっけな、忘れた。ヘオロックじゃない、あれ3連じゃないっけ、あれ4だっけ。なんだっけ、エネルギーアーモの武器、ドゥルルッドゥルってなやつ。なんだっけ。あ、来た。ああ、私違うわ、バナクラフト、あ、そう、ネメシス出てこなかった。ネメシス強かった。バナクラフトしてくれないと私起こしてもらえたって思ったけど違った、仲間一人だけだった。バナないんだ私も。頑張れみんな。私は起こしてもらうの待ってる。なんか画面見てたら酔いそう、画面酔いそう。うん、起こしてもらうの待ち。今バナーくる。コンジットもあれか、あのサポートキャラだからさ、サポートだっけこれ。違ったっけ名前、サポーターだからバナークラフトできるのか。
起こしてマナークラフト。クラフト、あ、爆発音する。敵がいる。どこ？めっちゃ爆発音する。怖いね。ここにいるんだろう。めっちゃ爆発する。あ、そうそう、サポートキャラがパーティー内にいたらさ、できるからさ。いや、私がサポートキャラじゃなくてもコンジットがサポートだからいるからバナカルトできるなっていう風にそう。クラフトまだかな、できないのかな場所的に。なんだよ、一個あるけど行かない。近いよ、バナ起こすやつも近いよ。あれプリケータ今来てる？いや、あるよ、あるある。起こして、それで、でそのまんまレプリケーターでバナ作って、そのまんま起こしてほしい。近くにあるから早く。あ、作ってくれてる。起こしてもらうの待ち。バナできた。起こしてもらえそう。よし、ありがとう。え、てか起こすときこんな音するの？ TY TY ありがとう。え、待って、武器ってこれさ、え、武器って持ったまま降りれるの？待って怖い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 。上取ります。いやー、ダウンさせた、ダウンさせた。あと一人、あと一人。やばい、無理。アンチ外だった、無理。634度目、まあ頑張ったでしょうあ、今シーズンからアーマーと武器引き継がれるの知らなかった、びっくりした。降りた時武器持ってていいね。それさっきのマイナスなのか。マッチリザルト、いや、ゼロだ、ゼロ。9位だったからゼロなのか。ないからがさプラスだっけ。ゼロだった。8位からだっけ、プラス、プラスになるの。うん、エペックスバック、8位からか、惜しいな。じゃあエペックスパック開けた。フラウラーのノーマルのスキンとガルトメタルと、あとマドマギのスキン。トマギはね、今つけてるスキンがいいんだよな。お待ちした。ライフラー、ライフラー、8位
位10、7位25。ああそうね。じゃあ8以上ならないとプラスにならない。ライフラ、ローバー、パンティッシュ、女の子のパーティーだね全部。レジェンドが、うん、ああジャマス持ってくる。誰か飛んで誰か飛んで、マドマギってもほしたら違うよ。マドマギ、マドマギ、マスターキッドがある。近いな。マスターキッド。いや、ちょっと待って、やばいやばい。近いなと思ったけど、やばい。同じ場所だった。やばい。よいしょ。一個後ろに降りるのかなと思ってたら、同じ場所降りてた。お、エルスター、エルスター強い、エルスター。ん、どこ行った？撃たれてる？あとちょっとだった。あとちょっとで、あとちょっとだよ、そのキャラ。巻いてるわ、やばい。やられた。ごめん、いるの気づかなかった。角待ちみたいなんされたわ。助けて、やばい。頑張れ仲間。お、何の音、強化されてる。ちょっと逃げとこう私。バンブイツーもしかして、あっやられた。初動ファイト負けた。惜しかった。175ダメ出してる白アーマーの敵に。惜しくない？あとちょっとじゃない？あと2発ぐらい当たったら倒せてた。170何ダメで倒せるんだっけ白アーマーだったら。175何だめだっけ。あとちょっとだった。いや175じゃないわ、一人。ん？そのもう一人にも追ってるから降りた後。150か。じゃあ175、違うわ、175だったら倒してるわ。150ダメで倒せんのか、人白アーマーだったら。あれだ、150ダメ。じゃああれだな、わかんないや、何ダメか。ライフラ、まとまぎ、ニューキャッスル、よし、次こそは。でも惜しかった、最初のレースかな多分。惜しかった。あとちょっとでね倒しそうだったんだよね。やっぱエルスター強いわ。強い、めっちゃ撃てるから。ルースター、どこ降りるかな。了解。ゼロかな。ゼロパっぽい。変なとこ乗っちゃった。ゼロ、きっと
スカピがある。誰かにあげよう。スピファ、スピファのスキンなんかめっちゃいいんだよね今使ってるの。なんかね可愛い見た目が見た目がこのスキンが使いやすいのかは知らないけど見た目が可愛い。エムロックにしよう。エルスター持ちたいあどうしようかな。でもエルスター、うーん、どうしよう。なんかあればスピファばっかだなさっきから。99でもいいけどちょっと両方持てるようにしとくか。エルスター強いね。なんかないかな。サプライ全部置いてるか。こっちも置いてる。ヒトガンボルトいらないな。こっち開いてなくない。いいかな、こっち行って。なんかもうクラフトしてる。あ、こっち漁ってるか。まあいいや、まあいい、丸か。いや丸スコでいいか。あ、余る。スモーラー、ちょ待って、抽選をする。近くで結構近いかも。近い近い、多分近いやっぱ来てる来てるよ、敵来てるよ、敵来てる。え、どこ、あ、まあ、どこに捨てたの。え、何その下、あそこか。あ、まあ、取ります。あ、まあ、取ります。あ、エルスターあるじゃん。私はエルスター持ちます。エルスターで2スコアちょっと嫌だな。いや、エルスター2スコいくか。ヘムロックの2スコが嫌。どこ行った時、ヘムロック2スコ嫌なんだけど、なんかないかな。あ、え、どうしよう。ネメシスもある。やっぱネメシスかなネメシスかも。あ、でもヘムロックネメシス、まあいいか、まあいいか。なんかどっちもバーストの武器嫌なんで、まあいいや。こんな注射器いらないわ。ここアンチ内じゃないよね。なんでこんなとどまってんのここに。よいしょ、アンチ内行こう。なんかもう来ないのかな。どっちもバーストビッキーになっちゃった。エルスターある、エルスター持てってこと。いいよ、エルスターに変えよう。やっぱりエルスターのスキンもねいいんだよね。私が今使ってるやつ、エルスターはなんかエヴァみたいな、エヴァかなこれ。エヴァどこしたら見えるんだっけ。どこしたら見えるっけ。どこしたんだっけ。武器を見る、エヴァかな。いるね敵。ああ、ドーム出された。あれいるね、ジブ飛んできてる、飛んできてる。紫山だ、ちょっと強いかもしれないそれ。いや
したした。あ！舞台全滅。むずいな、漁夫も来てたし。マイナス48だ。17位か。え、18部隊？そんな少なかったの？20部隊いるか。難しい。安全地帯の略だと思う、多分。安置。エヴァ8じゃなくてエヴァンゲリオンみたいな好きない？エヴァンゲリオン、うん、エヴァンゲリオンみたいな好きない？エルスターってないエヴァンゲリオン、うん、エヴァンゲリオン。あ、レフラ取られそう。ブラハにします。スキャン、スキャン。そう、本当のエヴァの方。エヴァンゲリオンみたいなの好きないっけ？レジェンダリー？金のやつ。レジェンダリーかな。エヴァ。エルスターのエヴァンゲリオンみたいに好き。あれ使ってんの今。始まる。あ、これも二人あれだ、デュオだ。あれが一緒。なんだっけ。なんていうんだっけ、デュオ。一人 CS で、で一緒のクランっていうんだっけ、これなんだっけに入ってる。あー、ワンパかな。どこ降りる？じゃあ私中入ろう。近くいる。あー、エルスター取られちゃった。私のエルスター。真ん中さ、取られてるから、これ相手ちょっと武器がいい状態で戦ってくるかもしれない。そこいるんだよね、真ん中にいるから。あ、エルスターあった。私のエルスター、撃っている。それめっちゃ目立つやつじゃん、そのスキン、そのクリプトンスキン。めっちゃ蛍光クリプトンのやつ、光るやつ、蛍光色の。そこにいるんだよね。音がすごいな、エルスタ。バック元。しょ。タマモロ。よいしょ。あれか。どこ行った？やばい、バレてる私。撃たれちゃった。バレてるわ。そこいる。そのスキンめっちゃ目立つよ。てか私あれかい、ブラハか。スキャンします。スキャンします。星川ちゃんの、星川さらちゃんの行列。木が、でもいや、ナイスあれだね、あのドローンだね、見えるから近くいたら。そっち
が入るんだよな、音でわかるけど。いや、ここにさ、あれあるの嫌だな、あのガスの、ガス掃除のやつ邪魔すぎる。ちょっと、え、引いてる？引いてるかも。裏にいる。やばい。え、え、やばい。ああ、惜しかった。一発当てたらこいつダウンする。ナイス、ありがとう復活。いや、あったかすぎるな。やばい。やばい。舞台撃破したけど多分来る。ちょっと待って、やばい。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 やられた。逃げてたらやられた。漁夫だー。ウルトで、ウルト使っても逃げれないか、あの距離じゃ。悔しい。マイナス39か。以前特徴かよ。ライフラ、さっき1キルはしたか。キル1キル、15位だったから。漁夫られた。漁夫が来た。いや、漁夫のタイミングがね、良かったんだよね。1v2 で敵一人でさ、敵倒してで一人やられて、味方が 1v3 だった。強かった。寒くない？あったかい。23度ある。あったかいな。ちょっと上がってきた。またクリプトだ。基本ライフラー使ってる。私はさっきだ。クリプト、ライフラー、プラハ。さっきと同じ人？違うかな。さっきの人何も覚えてない。さあ、どこ降りるかな。お、喋ってる。さっきと違う人かな、多分。キャビシャが熊本の美味しいもの。熊本の美味しいもの、馬刺しめっちゃ美味しかった。馬刺し絶対に行こうって話してて、ひなこと。ひなこにどこに行きたいって言ったら、熊本城で食べ歩きしたいって言ってて、私は絶対に馬刺しが食べたくて、それで馬刺し夜ご飯に行ったんだけど、めっちゃ美味しかった。てかめちゃくちゃ食べた。馬刺し、普通の馬刺しと肉寿司と桜ユッケ。でもユッケね、2種類食べたんだよね。なんか納豆が入ってるユッケ食べた。なんかだか、なんか納豆が入ってるユッケがあって、それ食べた。初めてそのユッケ食べた。めっちゃ美味しかった。あ、近くに敵いるかも。よいしょ。
熊本じゃそれ普通なのかな、あの納豆入ってるユッケ一本ロング棒なんだけど、あこれでいいわ、シュッキ棒ロング棒じゃない、ヘムロック、納豆ユッケ、納豆ユッケっていうのかな、わかんないけど、なんか桜ユッケに納豆が入ってるやつ2個あってどっちも頼みました。桜ユッケめっちゃ美味しくない、好きなの、最近好き、それがヘムロックエルサになった。もしかったね、でもまだね2日目の写真載せてないんだよね、1日目の写真しか載せてなくて、また載せます2日目のやつ。こちら辺って距離ってなかったか、ああ紫は回る、強い、ね、あの一緒に熊本行ったんだけど用事があってね、2日目の朝に帰ったから、私2日目一人で観光したんだよね、だからちょっと2日目の写真ひなことのやつはないんだけど、そう2日目はちょっと一人でいろいろ見てきたまた熊本城いたい、なんか1日目は熊本城で食べ歩きして熊本城には行ってなかったんだけど、2日目ちょっと何しようかなって思って一人で熊本城行ってきた入った中にあどこに行くって言った、うん、敵のシールドあった、どこで戦ってんの一人で、アンチ来てない？あ、でも飛べばいいか。どこいるの？ロングボウ？何ロングボウって？ロングボウがいるってこと？ロングボウ捨てちゃったな、さっき。いる。近くにいる、あそこいる、紫山だ、ん？なんか足音近くない？近い気がする、やっぱり近い、うちの敵追いますね、私。あれ？どこ行った？敵追ってたつもりがどっか見失ったんだけど、いや、アンチ行こう、どこ行ったか分かんない、そう、熊本で行った、熊本、そう、波動旅行、熊本でって言ったよね熊本に行った、波動旅行先月かな、行ってきた、一人で戦ってる味方が、でも間違いなんだもん、ごめん、こっちに行こうって言われてるけど、もうかなり、いやあげよう、バトル取らないの、いやもういいや、アンチ来るからめんどくさい、あんま食われたくない、
ランドワンだけど、めんどくさいから。こっちあんちないか。そこ重戦音がするな。楽しかったよ、この音。ってか撃たれてるって言った味方。面白い。うわあ、なんだっけあれ、ロングボウなのかな。めっちゃ一気にさ、アーマー削られた。これで回復しよう。おお、めんどくさいな、いるの。どうする、行くの。味方戻ってきたけど、おう、こっちか、こっち行こう。よいしょ、いいよ。くもとあれ食べた、赤牛丼。2日目にそんなところで見るのクリプトドローン。赤牛丼美味しかった。わあ、どこ行くの。こっちか。これ打たない感じ。わかんない、わかんない、わかんない、わかんない。どうすんの。バッテある、バッテ。2日目は何したかな。2日目は熊本城行って、なんか最初なんか熊本のなんかいろいろ行ったの。熊本のなんかグッズ売ってるところに行ったらなんか熊本いて、音うるさい、熊本いてね、よいしょ、ナイスダウン。あ、パイロンあるな。こっち行っていい？よいしょ、ちょっと巻こう、ここで。よいしょ。そこにパイロンあったんだよね、壊そうとしたけど。あー、壊れてるわ、私が壊したか。え、そろそろ行ったらいいんじゃない。ナイス、ナイス。エルスターかと思って撃ってたらヘムロックだった、これ。ナイス、終わったよ。よいしょ、一人ダウンさせた。よし、ヘビアモがいる。弾少ないかも私。
エネルギーアームが欲しいな。あった、エネルギーアーム。セイリング、ナイス。ベストはナイス。よいしょ。撃たれてるこれ。あ、飛べなかった私、撃たれて。これあれか、おとり？おとりの、うまいな扱い方が。おとりのジャンプタワー来てるかも。ああ怖い。ちょっともうちょっとさ、え、回復？なんて言った？そこ体出てるけど大丈夫？そこいる。よいしょ。わあ、なんかロンボかな、クレーバーで撃たれ、いやクレーバーじゃないか。ああそこにいるのか、正面いるのつらいかも。こっちもいるのか。ああどうしよう。今ね、右も左もいるの、敵が。まずいな。これちょっとやばいかもしれない。ロングボウかな、あの音。いやー食いたくないなこれ。これお30度目ぐらい入った肉。よしやった、一人。やばい、あーめんどくさすぎこれ。ナイス。助けて、ありがとう。え、よし助かる。助かる、ありがとう起こしてくれて。よいしょ。よし。オッケー、全部負けた。なんか来てない、こっちが。ちょっとわかんない。あ。ヘビアも50しかないな、私。殴りが出ちゃった。なんで？なんで？むずい。でも5位だったから。割れた。あ、変なのした。どんぐらい持ったっけ。108。あ、いいや。ゼロキルかな。あ、違う、これじゃない。1キルしてた。まあいいや。知ってるね。
のランクはね、まだブロンズ4だ。あ、ライフラー選べた、よかった。あ、チャリンキここにあった。なんで熊本になったかわかんない。なんで熊本か自分で選んでないからわかんないよ。なんか熊本だった。以上。熊本行きたいは言ってないね別に。私が選んだわけじゃないですね。そう、熊本ですって言われた。林蓮子食べてない。からし好きじゃないから食べてない。いきなりなんか食べようと思ってて、帰りに買おうと思ったの。そしたら売ってなかった。なんか前日熊本駅で買おうと思ったのね。で熊本駅1日目にも熊本駅行ってて、あ、やばい、敵いる。こっち側そろかな、私。1日目行った時はなんかあったんだけど、2日目なくって買えなかった。売り切れてた。あ、スピファとサーティサーティか。よいしょ。あ、撃たれてる？それまずいな。私も行くから耐えて。やばい、大丈夫？敵ダウン？あと一人かな。どこにいる？あと一人、あと一人じゃない？ん？上？最後の一人やった？私何もしてないや。よいしょ。何もしてないや。なんか気づいたら敵みんなやられてた。何もしてない。仲間がみんな倒してくれた。強い仲間。もうついてくわ仲間に。あ、扉閉めた、間違えて。なんかエネルギーもいっぱい取っちゃったから、スピーファーと、あ、違った、フラトラと、フラトラとハボクにしようかな。エルスターもなんだっけ、ネメシスもない。雷格いらないな。これか。グレー2個持った。オッケー。じゃあ2時まで配信します。エルスターをこうネメシス欲しいな。ないかな、どこ。あっち漁ったね私。どっかないね。オレンジの飲み物美味しかった。オレンジの飲み物、ああれ、なんだっけな、あれみかんかな、確かみかんのはず。
めっちゃ美味しかったよ。あれ、あそこのみかんのジュースと、なんだっけ、みかんのジュースといちごのソフトクリーム。充電が足り、追いついてない。充電が、いちごのソフトクリーム一緒のお店なんだけど、みかんのジュースと。いちごのソフトクリームさ、前熊本ツアーで熊本行った時も食べた。めっちゃ美味しい。デコポンじゃなかったはず、なんか普通にみかんのジュース。え、敵じゃないの、味方だよね。ここら辺空いてるからいるかもしれない。びっくりした。あれか、ロボットか。これさ、タイミングがあるんだね。あ、紫出た。なんかね、この2回うなずいたタイミングでボタンをなんか止めたらいいっていうの聞いたからやってみたら紫やった。嬉しい。あのなんかロボットのやついるかな、知的。いなさそう。小切りアンチ入ってるからな、いるかと思った。ハボックしかないな、ここ。ハボックしかない。敵いそう。どこ？あそこ。できる。できるけど遠すぎるな。次のアンチ外れるから動く。遠いな、次のアンチ。あそこもいる。ダウンした。どこ？残り。了解。撃たれてるな、いろんな方向から。それ上がってきた方がいいかもしれない。なんかよいしょ。あっちもいるのか。いや、ちょっといろんな方向にいすぎて、ちょっとここ不利だ。ここ不利だね。いろんなとこいるよ、敵。なんか届くかな、フラグ。届かないな、全然届かないや。いや、私ここ上取っといた方がいいかな。いや、見られてるし。いや、待って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 、なんかいた、やばい。え、待って、上取られてた、いつの間にか。核入れられちゃったし。嘘、上取られてた。いつ来た？上に。いつ来た？上取られてた、いつの間にか。気づかなかった。上取られ、私たちが取ってた場所を取られてた。いいよ、そこまでしてバナー取らなくて。
うん、ありがとう。私のクラフトできるからね、バナ。アンチって根気さ、アンチ外にいたらダメージ食らうだよね。これアンチどこだ。よいしょ。これは起こしてくれるのは、あ、え、漫画回復大丈夫。あ、人死ね、焦る。スピファの腰打ちだ。つうな。あ、回復ないみたい。番がダウンしちゃった。全滅舞台。ワンブイツーされてた。ドンマイ、ドンマイ。うわ、仕方ないね。まあゼロだから10位で、あ、23獲得してる。キキボーナス、あ、味方が倒したやつが、私何もしてないわ、何もしてない。それで125ダメージ与えるたらな。なんか違うのないのかな、チャレンジ。デイリー。あ、なんかチャレンジの追跡をした。あ、違うの。ライトマシンガンで250ダメージ変えた。デイリーのやつ。え、待って、エペックスへようこそのさ、私全然クリアしないことになってるじゃん。あ、 100m 以上離れて1からキルを1回達成する、やってる。チャンピオン舞台として勝利する。あ、これ達成しないわ、これ難しいな。難しいな。フェニックスキットを使用する、使用しないのか。軍需品、投げ物ね。でダメージ、これね。あ、もうちょっとで報酬トラッカーのアップライジングってやつ2000いくわ。今1600、あと400。よし、次はじゃあフェニキと、フェニキ1本1個と投げ物でダメージね。え、これかっこいいな、スキン。今の出てるスキン、それかなり前から。いやね、スイッチのやつになったから変わってるんだよね。前はね、1個しか、あと1個だけだったの。その 100m 以上離れた場所から敵をキルするってやつだけだったんだけど、スイッチのアカウントの方に引き継がれたから違うんだよね。投げ物のやつ達成してたんだけど、 PC のやつは。とフェニキはやったことあるか。そう、変わった。なんスイッチのアカウントの方にね全部いったから、そのなんか今までのやつが。スイッチのアカウントをパソコンでも使ってるみたいな感じ、アカウントをパソコンで使ってるみたいな感じだから、パソコンで使ってたアカウントのやつがねちょっとなくなったから、今までのお帰り直し。ちょっと
グレ持ちます。丸グレにしよっかな。さっきも丸グレ投げたんだけど当たんなかった。さっきかな、違うな、さっきじゃないな、1個前、2個前、さっきの1個前、2個前の時。よし、これチャンピオンで取ったらラストだな。チャンピオン取れば取れるか分かんないけど、ゼロ？ゼロかな。よいしょ、よいしょ、OK。 ランページオルタネーター、ハボックにしようかな。あーま、私のよ。2人とも来てるからね、私以外の2人。私の絶対に、あ、近くにあった。あーま、これでいいや。さっきのやつピン消そう、いらない。1位取ってもう一回1位取らないといけないんだよね。チャンピオン舞台で、チャンピオン舞台でチャンピオン取るってことは、チャンピオン舞台でだっけ、チャンピオン舞台でチャンピオン取るだっけ。ヘビーアームとエネルギーアームがあんまない。エネルギーアームがあんまないか。紫ヘビ描く、欲しい。私のエネルギーアームとかないですかね。もしかしてみんなエネルギーアームの武器だな。ってことはみんなないね。おとなしく探そう。できる？違うアーサル。なかなかびっくりした。誰か飛んできたから。なんで私、いや違う、ピン刺してたの、これがあるよって。だから私が拾うよって。超エネルギーマガジン私も欲しいな。持ってないやん。ねかく勘違いだな。なんかないかな、いいもの。回復がもうちょっと欲しいかもしれない。注射器2個しかない。なんで？間違った。どこにいるのみんな。よいしょ。下？下か。うん。危ない。危ない、落ちるとこだった。ウルト溜まった。こっち？こっちか。両キットいらないな。アンチにそろそろ行くか。みんなバッグ持ってた？ピン刺しちゃった。え？いやみんな持ってるじゃん、僕。私のよって言ってびっくりした。漫画が。漫画。
アーバック持ってるのに。あれ、エネも全部取れちゃった。もう2スタックしかないからちょっと欲しいな。ちょっと少ない。こうやって切る。ここいない？ん？どこいる？あと。めっちゃ白と来る。そこか。エルスターある。私が好きなエルスター。よいしょ。あ、フェニキ一個持っとくか。よし。私が欲しいものあとないか。これでか。ん？気のせいか。ん？あ、味方の足音か。めっちゃ敵の足音に聞こえた。敵の足音に聞こえる。めっちゃ焦った。敵かと思ったよ。エルスター強いわ。エルスターこっちかな。アンチ、アンチ行く。仲間クラフトしてるわ。ノックダウン、金ノック買った。バッテあるよ。みんなクラフトしてる。あ、まあ、アンチに行こうかな。今日調子ちょっといいかも。わかんない。でもまだね、12部隊いるから、マイナス30。了解。いるかな、こっち的。あ、いる。すごいいた。聞いたけどな、どこ行った。消えましたね。いたんだけどな。あ、逃げてる。やっぱどこ行った。追いかける。でもこれなんかさ、挟まれそうで怖いな、こっち側から。反対側、左側からこっちって言ったらかなんかめっちゃ銃声近いから。うわ、右も左もさ、弾撃ってる。ちょっと怖くない？行くの。
あ、味方もエルスター使ってる。やっぱ強いねエルスターって。逃げられた。あ、いる。え？逃げられたよね。なんか撃ってた。え、待って、めっちゃ敵いるかも。やばい。ちょっとここちょっとやばくない？射程が合わないから。しかも右も左もさ敵いるし、前もいるし、ちょっと、あ、目の前いる。逃げたか。逃げてったけど。あ、近い。ナイス、ナイス、木。一人の歌わさせた。あー、めっちゃミリだよそれ。ナイス、よいしょ。あ、これ上がれないわ。よし。いやー、めっちゃ撃たれてるよ。無理。ありがとう、木。やばってやばい。やばい。やばい、アンチがやばい。痛い痛い痛い。やばい、アンチやばい、アンチ。あー、ここ。助けて。無理か。みんな反対側にいる。やばい。これ絶対核入れられる。あとちょっとなんだもん。仲間キルリーダーだ。強いわ、そりゃ。助けてー。移動できるかな、これ。あ、核入れられそう。来てる。あー、フィニッシャーだー。フィニッシャー。仲間と本当に逃げちゃったー。頑張って仲間、頑張って。あとは任せた。よいしょ。待って、これ雪の結晶タワーかな。待ってる。ちょっと携帯の位置。風富田さん、雪の結晶タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう。きっとこれも起こされることないから。いや、普通にもうね、今ランド報酬粛清だから、きっと起こされることはない。12月18日。風とミートさん、雪の一生と。すっごい女性聞こえるわ。
く書いたら綺麗に書ける。ギスギス。あ、なんか線の長さが違うなと思う。気づいたら終わってた。いや、カズトミトさん、雪の結晶タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、雪の結晶ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。今日も昨日の方が綺麗だったな。なんでだろう、線の感覚が違ったか。むずい。7位だって。7位。昨日の飛ばしたページ使ったよ。ほら12月17、58でしょ。でこれまた17ってくる。昨日飛ばしちゃったから、ページなんか間違えた。よし、お、プラス43。あと205。なんかブロンズでも上げづらくなったな。うん、ブロンズでも早くダイヤまで行きたいんだけど、また大変そう。今回あげるの下にシミ、確かにシミないよ。もうこの髪あんまりのない、裏写りしないよ。もうあれ、さっきのエペックスパック引き渡か、ウォッシュトラッカー1800。あと200でこれいけるね。いつまでだっけこれ。あと1日。あ、明日までか。明日ちょっとだけしようかな。このさ、欲しいんだよね、救急のスキンが。ダスクエターナルっていうスキンしいからやろうかな明日ちょっとだけ。もうなんかプレナーチャリがシルバイカー、いつかダイヤ行きたい。いつか。じゃあ今回は無理そうだな。残り57日、1ヶ月半ぐらいあるけど、2ヶ月半以上あるかけど、2ヶ月近くあるけど、いやもう今回厳しそう。今回のランク難しそう。ダイヤもね、めっちゃあのシーズン何だったかな、忘れたけど、ランク上げやすい時にやったんだけど、ダイヤまで。それが難しそうだな。なんかレジェンドの新しいやつか、スキン、あ、さっきこれ、さっきのマッドマギのスキンか。でもマッドマギはね、これがいいんだ。マッドメタルっていうスキン、あ、帽子かぶってて可愛い。マッドメタル。え、他のレジェンダリーを帽子、あ、ん ?2 個だけか。スチームドってやつもかぶってるけど、色違いみたいなやつかな、これ色違いか。マットメタルとスチームド、マットメタルの方が好き。これでいいや。でレフルに戻して確認する。5000
瀬くん好きな子、私の時これか、いいや全て確認済み、赤いマークついてるの嫌だから確認済みでした。ゲーム終了。パソコン切ろっかな、めっちゃ部屋あったかくなるな、パソコンで。なんぼいらないもん、パソコンつけてるとき。暖房をつけなくていい。そうだよね、部屋の外めっちゃ寒い、廊下お風呂上がりとかさ、廊下通らなきゃじゃん、そんな部屋、お風呂、部屋出たらすぐお風呂じゃないからさ通らなきゃじゃん、めっちゃ寒いんだよね、いつも。だからお風呂入るときはリビングの扉開ける寒いからちょっとあったかい空気をさ、ちょっと廊下までその時だけね、じゃない寒すぎて廊下が、それでちょっと廊下にもあったかい空気扉開けとか、その時だけ。廊下ほんと廊下寒くない、めっちゃ。いやさ、部屋が暖房ついてるからさ余計寒く感じるのもあるだろうけどめっちゃ寒い。明日は前髪切らなきゃな、ちょっと早めに起きて前髪切ろう。長いよね、アイロンしてないから余計長いけど、昨日より長く見える。昨日アイロンしてるから、うん、明日は切る、朝ちゃんと目にかかってる。うん、今日前髪焼き、あ、じゃあちゃんと前髪濡らしてさ、癖取って状態で切る。長い、じゃないとね。じゃあエイペックスするです、消そう。公園だからね、公園の前に来とこう。明日公園で、明日終わってまた2日空いてまた公園。明日の公園来る？動かしちゃった。下は1回公園、明日は髪型何にしようか、何にしよう、まだ決めてない。帽子だからさ、ユニットがさ、2曲とも帽子だからさ、あんまね、なんか髪短いからさそんなできないけど、もう帽子の邪魔になるやつ難しいんだよね。
それも考えなきゃだからな。どんなのがいいかな。かぶりやすいやつで。まあでも髪短いからあんま今ないけど、髪長い時だったら帽子があったら高めツインとか絶対無理だからあ、羊もないやと、ここら辺引っかかっちゃうかも。帽子があるんだよね、引っかかりそう。だからで羊はここら辺になんかちっちゃいお団子みたいなのがあるから引っかかるんだよね、帽子がだからな、何がいいかな。髪後で考えよう。明日もね、考えればいいからね。公園の時に帽子があった時にさ、ここにやってここで引っかかるから、すっごいさ帽子浮いてる人になっちゃう、すごい止めたらだからね、難しい。何がいいかな。考えとこう。帽子かわいいよね、帽子どっちもかわいい。牧場ではかっこいいって感じか赤字ご飯ありがとう。じゃあランキングを13位から見ますね。13位にゃんほどさん、ありがとうございます。12位ラボーナさん、ありがとうございます。11位カズアットマーク、許可タムズさん、ありがとうございます。10位ユージアットマーク、明日行くよ許可愛してるさん、ありがとうございます。9位としのりさん、ありがとうございます。8位キッシーさん、ありがとうございます。7位京夏アットマーク、今日も明日も明後日も今日かわしいさん、ありがとうございます。6位ペガアットマーク、京香ちゃん僕の太陽さん、ありがとうございます。5位香港の春もアットマーク、京かわしいさん、ありがとうございます。4位フロマンさん、ありがとうございます。3位グランツアットマーク、京香タムズさん、ありがとうございます。2位ヒューガナサトマーク、許可タムズさん、ありがとうございます。そして1位が風富人さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう、よいしょ、ありがとうね。ありがとうございました。明日の配信は明日公演あるから、帰ってきてと公演行く前に一回できたらしようかな。お昼ぐらいかな。うん、お昼ぐらいに12時前後でやろうかな。そこら辺で12時過ぎ1時ぐらいになっちゃう、12時とかそこら辺ちょっとわかんない、まだ決めてないかわかんないけど、やろうかな。あと公演終わってからもやると思ってます。2回しようかな。朝5時配信は絶対にしません。5時間後に配信無理配信待って5時間後に配信無理、寝てます無理
なも寝てるでしょ朝5時は。無理だよ。朝はやんないです。お昼明日。朝無理だね。よっぽど朝しか時間がない時しか朝はやんない。配信する時間が本当にもう夜できなくってみたいな、もう朝しかする時間がないって時しかやんない。じゃないとめっちゃ早いんだもん。そろそろか、あともうちょっとだ。じゃあ明日、あ、お昼12時前後ぐらいでやろうかな。と公演終わって帰ってきてから11時ぐらいになるかな、多分11時過ぎとかになると思う。23時過ぎぐらいになると思います。明日18時半だもんね、開演が。だからですかね。そろそろ切れちゃうのでありがとうございました。また明日の配信で。またね、ありがとうございました。おやすみなさい。また明日、バイバーイ。またね、ありがとうございました。